岡田敏夫のゴースト・イン・ザ・シェル s h 機動隊広角講座ですね。このお話はですね、原作版、白ム宗の漫画、広角機動隊を1ページごとに丁寧に解説していくということです。前回はですね、第0話ということで、たった1ページしかない第0エピソードをですね、ゴーストインザシェルというエピソードを語りました。ゴースト・イン・ザ・シェルっていうのは、まあこういう大きいビルが出てきて、いよいよお話が始まるよということです。第1話、プロローグにつながります。 だんだんこのでっかいビルの空撮からこの土台のところに寄っていって、この間話しましたメガストラクチャーですね。人工的地盤で高さ数百メートルのところにある人工地盤の上に立っている小さいビルになぜか映ってきます。面白いですよね。これまでの SF 映像作品では大体ですね、こういう メガストラクチャーの大舞台のビルにドーッと行ってくるんですよ。ブレードラーナーでもなんでも全部そうなんですところがこの広角機動体ではその中の小さいビルにカメラが寄っていきます。そして広角機動体の第1話、プロローグが始まります。見開きなのでちょっとこういう風うにお見せしましょうか。いきなりですね、5万倍に拡大したニューロチップというですね、コンピューターチップのところから始まって、 お話が始まっていくんですね。では、プロローブの第1ページ目ですね。これは1998年、ハリマ研究学園都市で作られた成長型ニューロチップを5万倍に拡大したものというふうにあります。これ5万倍です。で、これがほぼですね、多分現行サイズなんですね。雑誌にですね、掲載されたときは、これが多分高さ30センチぐらいになってますからですね、5万分の1にすると、まあ大体一辺がですね、0.006ミリ。 1>, 1ミリのですね、1000分の6のサイズのチップです。で、この中でですね、細胞ですからですね、生体部品などを使ったコンピューター技術っていうのがこの頃発達してきた。これが1998年っていうあの漫画の中ではなってますので、広角機動体のお話の30年前の話ですね。 ここまで進歩したというふうに言ってるんですね。この一辺がですね、0.006ミリというのがどれぐらいに小ささかっていうとですね、PM2.5 っていうふうに言うじゃないですか。中国から来るですね、体に悪い微粒子みたいなものですね。で、フィルターを通ってしまうので、マスクとかしても無駄だと。あの PM2.5 っていうのが1000分の2.5ミリなんですね。だからあれよりちょっと大きいぐらいだと思ってください。髪の毛がですね、だいたい PM30 ぐらいっていうのでですね、 これの6倍ぐらいの太さのが髪の毛だと、大きさが髪の毛の太さだというふうに考えていただければいいと思います。で、それがですね、30年前の技術ですから、この高角軌道体の中ではおそらくもっと小さくなってくるだろうというふうに思われます。で、 この解説の中でですね、まだ実験として開発されている最中の生体部品なのでですね、過剰成長で細胞が死にかけて各所で神経細胞の断裂が見られるというふうにここに書いてるんですけども、こういうところを、まあまあみんなやっぱ飛ばして読んじゃうんですけど、どういうふうな意味かというと、多分おそらくこういう白くなっている部分ありますね。ここら辺が神経細胞が壊死している部分なんですね。 ただ、これがなんで死んでるのか。これ、あの、神経細胞の断裂が見られるというと、成功してるのか失敗してるのかわかんないんですよ。だって、神経細胞の断裂が見られるとか、成長過剰で死にかけてって言ってるんですけども、注意すべきは成長過剰ということなんですね。十分この計画は成功してるんですよ。人間の 生体部品みたいなもの、脳を構成しているですね、神経繊維ですね、ニューロンみたいなものをですね、コンピューターのチップ上で培養することに成功して、それが過剰に成功して、もうコントロールが効かなくなる。だから過剰成長してるんですね。で、そのおかげで一部分死んじゃってるものもあるんですけども、それ以外は過剰成長してるから、思わぬですね、制御できないぐらい成長して、もう作った人間が何をやってるのかわかんなくなるんですね。 コンピューター、いわゆる配線式とかですね、もしくはシリコンチップで作っているコンピューターっていうのはどこまで行っても人間が作ったものの設計図通りにものができてるんですよ。ところがこういう生体部品で勝手に成長するものっていうのはですね、 人間が思ってもない形にどん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 過剰成長しちゃうもんだから、もうすでに作った人間ですらそれの仕組みがわからなくなってる。それが30年前の姿なんですね。バイオチップですね。この作品の中に出てくるですね、コンピューター技術、ネット技術っていうのはすでに作った人間でもその中身がわからないようなものになっているというのが、このコマの読み方です。 え前回ですね、3つのキーワード、効果機動隊を成立させる3つのキーワードの話をしました。1つ目がですね、週末戦争とサイバーパンク。2つ目がですね、バブル経済。で、3つ目がニューロチップです。これがそのニューロチップですね。これが効果機動隊の作品の中の、まあ、キーワードとなっている概念なんですけども、 作った人間がもう分からないぐらいの発展を遂げている世界。いまだにですね、スマホとかそういうふうな中で、2017年現在使っているコンピューターよりはるかに進んだものが、この中では書かれているということですね。